僕の手おかしくなっちゃったな。なんだお前、こっち見つめてどうしたんだお前、そんな気になるか私のこと。いつになったらゼルダ助けに行くんだろうなって思ってんのかな、リンくん。多分あと1年はゼルダ助けに行けねえと思うよ、リンくん。申し訳ねえな、リンくん。もうしょうがないんだ、そういう運命なんだお前は。リンくん、リンくん眠そうだ。眠そう。リンクが眠そう。ダメだダメだ、寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだってなった、リンクが。はい、ということで今日もですね、ゼルダの伝説やっていきたいと思いますけども、前回馬宿に着いたので、馬宿、今日はあ、またペンがいる、またペンがいる、バイバイ。ちょっとね、今日一番最初、とりあえずこの馬宿の近くにあった祠にですね、前回行こうっていう話で、前回行けなかったので、今日ここに行きたいと思います。オロチウムの祠。なんだ、オロチウムってなんか元素の名前っぽいで、元素の名前っぽい名前だよね。オロチウム。ニホニウムとかさ。それ以外の例えが出てこないんだけど。はい、さあ、それではここの祠に行っていきたいと思います。さあ、ここの祠は、何の祠だ？よし、じゃあ、祠に行ってみよう。なんだこれ？面白そう。全部そういうんだけど。落ちる勇気だって！無理だよ！リンク、落ちる勇気だって、こっから落ちる勇気あるか、お前。とーそういうことじゃねえんだよ。落ちる勇気って多分。お前はすごい勇気が、お前よくそんなギリギリに立てるな。足の裏が半分はもう外出ちゃってるぞ、お前。これから死にますって言ってるような人だぞ、お前、これ。そんなのはどうでもいい。で、なんだっけ、これ何やんだ、これ。あ、ゴールはここだな。で、弾をここに入れりゃいいんだな。で、これ弾はどっかにあんだな。これ弾どこにあんだ、この上かな、これ。なんかその前にはこっちに敵いなかったか、いたな。ちょっと待って、武器変えさせてもらっていい？まあ、トゲ鉄球ハンマーでいっか。トゲ鉄球ハンマーで、まあ、とりあえず君は、あ、やべ。当たんね。はい。はい、さよなら。で、まあ、とりあえず、トーレルーフとかを使っていくんだろうなっていうことはなんとなくわかるので、トーレルーフでここ上に行って、そうすると、あ、ここに繋がってきますよ。そっちは何にもねえか。じゃ、とりあえずこの上に行くと、なんかあんのかな。あれ？これ上どうやっていくのこれ。え？あ、ここになんか、スリスリスリと。しゃがんでいって、で、こっちは？あれ？ここもなんかある。これどうやっていくんだこれ。上は？あ、上は、上？あれ？上は？はい、もう謎。もう謎。ここなんかあんの？ここでも弾入れるとこがあるんだよ。でも弾がねえんだよな。肝心弾がねえんだよな。これどうやってやるんだこれ。よくわかんねえな。一旦戻るか。ってことはさっきこのはしご登ったんだけど、はしご登るんじゃなくてこっちでパラセールで行くと、なんかあんな。こっちはこっちで。わからん。で、とりあえずこっちに降りてみるか。そこに敵もいるしな。はい。バイバーイ。で、ここは？あ、でもここ入れねえんか、ここ。あ、この扉ウルトラハンドで開けんな、こうやって。で、とりあえずこっち行って、まあ、とりあえずしゃがんでいくだろ、ここな。もういいって敵は、とりあえず。あ、お前もいいの？これは？これウルトラハンド、あ、これウルトラハンドでいけねえんだ。じゃあ、ここどうやって開けんだ、これ。あ、なんかボールがある。で、ここの先には、そこに上に行くところと、ここに上に行くところがあるから、まあ、どっちか、まあ、とりあえずこっちから上行くか。じゃあ、これに乗りましてと。で、ここに来て、この先には、あ、これがあるんだ。ここになんか弾を入れるっていう話だな、多分な。じゃあ、あの弾はどうやって出すんだ。これ弾出さないとなんだよな、これな。
これどうやって出すんだこの弾は。あ、あ、これ下に落ちねんだこれ。下に落ちたからってなんかあるわけじゃないな、別に。なんか別、新しいとこ来たけど。この先は、あ、宝箱あるわ。小さな鍵とかあんのか、なんだこれ、なんだよこれ、一回落ちなきゃなんなんかよ、下に。落ちる勇気だって。そんなわかんねえって。これわざと落ちる必要があったんですかね、こうやって。あ、これで死んじゃった。これで、これでまた戻らへんけど。なんだよ、これ。な、じゃあ、私みたいに上手い人は下に落ちないじゃん。なんだかな、これ下に落ちなきゃいけないと意味がよくわからねえな、これ。これはちょっとあれだろ、任天堂に苦情だ。で、ここの鍵が開くってことか。はあ。なんだよ、わかんねえ、こんな。ずっと悩んでたよ、これ。どうやって、どうにかして開けるんだろうなと思って。ちくしょう。じゃあ、これで上のとこ行けんな。はい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 。はい、じゃあ、とりあえずこれを押せて、これが開きます。これ、翼何の意味があるのこれ。何にも意味が、ない気がするんだけど、これ。だ、単純に弾をあとの、向こうに乗せりゃいいだけだろ、向こうに。はい。これ翼使わなくても別によくねって思うのは気のせい。はい。で、あとはこの玉をそこに入れりゃいいんだろ？はい、終わりー。たくなんかよくわかんない。時間かかっちったな。なんかわざと落ちなきゃいけないっていうところがちょっとあれだ。私、納得はいかないけど、まあいいや。はい、クリアです。タンタラーン！二つ目だね。さて、とりあえず、祠終わったので、で、楽団がいたよな、ここ。どこだ？馬なり楽団、なんか面白そうなのがある、そこに。まあ、とりあえず、それは後でちょっと突っ込むとして、馬なり楽団が先だ、一番今日最初。馬なり楽団！やんやん！やんやん！また会ったな、やんやん。あ、あ、前にもお会いした、旅坂太郎やん。もしかして、大王星様のお姿を見るためにここに立っちゃったのや？違います！そうなんだったのや。でも、ちょっと待って。ここで再会したら何やろ、これ。僕の話を聞いてほしいのや。実はこの雪原の前の近くにも大王星様がいらっしゃるのや。ちょっと遠くね。あいにく、ここの大王星様つまみの、絶対閉じこもってんだよな。引きこもりなんだよな、みんな妖精ってのはな。きっと森の馬宿の大妖精様と同じで、怖がって外に出てこれないんだよ。ここ大妖精様、ユーフォルが奏でるスノーブレーの音色が好きだったから、彼の癒しの音色を聞いて心を落ち着けていただきたいのや。これ、それですぐにでも大妖精様の元へ。また壊れてんだろ、これがな。直していけ、行かせりゃいいんだろ、わかったよ。若干切れてるな、私がな。大のみんなが風でも引いたら演奏どころじゃなく、それで僕が馬なり学校に屋根をつけてあげようとしたんだけど、悲しいから僕じゃ高いところに取れるから柱を立てるのが限界だった。立てろってことね。分かったよ。やってあげるよ。このまま馬なりが屋根が作られたよ。なんで屋根がついていけないと連れていけねえんだよ。もうよくわかんねえんだよな、その辺な。とりあえずやってくるよ。はい。作ってきます。こんなんでいいの？こんなんでいいんすか？あと馬だ、馬。あ、馬屋のポイント1ポイントくれるって。ありがとう。初めてだった。さあ、ゼルダごめんを連れ出すぞ。よし、とりあえず完成したぞ。乗れ。やんやん乗れ。やんやん。連れてってあげるよ。運んでくれ、あげるよ。つけたから屋根。世の中すがもんじゃないやん、この子は。絶対忘れないとな。もう何回も聞いたぞ、お前からその言葉。何回もその言葉を聞いたから。ゴーン、俺、それ、3回ぐらい売ってるぞ、お前に。さあ、乗車完了ね。大王星様がいらっしゃる場所へたどり着くのは、左から回り込んで山へ登る必要があると。それで旅の方、左から回り込めばいいね。はいはい。じゃあ行ってきます。じゃあ、レッツゴー！左から行ってくるよ。別に全然険しい道ではないんだな。単純に本当に左から回り込めばいいだけの話か、これ。落ちる！落ちねえよ。はい、到着！大王星様、馬谷学団が参りましたぞ！小さな旅の方、どうもありがとうや！おかげで大王星様の元にたどり着いたのやん！さあ、ぼやぼやしてる暇はないみんな、すぐに戦争を始めるのやん！でもまあ、この馬谷の学団のこの曲、演奏はいいよな。いい笑顔してるよ、やんやん。
ヤンヤンの笑顔はいいよな。ヤンヤン。ああ、いいね。お前ら、いい音色を立てたら、お前だけ楽なんだって、楽器がさ。こう叩いてるだけ。他の人はみんな笛吹いたりさ、してるのにさ、なんか一人だけ楽なんだよな、男だけ。金髪の。出てきた？いわく引きこもりから脱出できた、お前は。たまには太陽の光も浴びた方がいいよ、妖精。あ、みじゃ、みじゃさん、おはようございます。もういいって、このいいシチュエーション。もう3回目だわ。やっほっほー。マリオみたいな喜び方したな、お前、ヤンヤン。やっほっほーって。大妖精様のお出ましなのやん。いや、もう感激やんね。あ、大妖精様、私は奏でる角笛をお気に召していただけだろうですわ。それにしても、なんと神々しいお姿、今日の出来は一生忘れないでしょ。男欲しい、至らないわ。大妖精様がお出ましになったことを、上のみんなに知らせてあげないと。まあ、頭を片付けてもらっちゃったら、重ねません。ありがとうなやん。これは僕たちから感謝の気持ち、遠慮なく受け取ってほしいのやん。100ルーピー。おお、来た、100ルーピー。あらら、財布は一気に軽くなってしまった。だけど俺はケチっちゃダメだろやん。これでも心気なく演奏に集中できるってもらえ。ミジア様はこれでもう安心だろやん。でも、つぼみに閉じ込まった大妖精様はまだいらっしゃるのね。でも次でラストだろ、多分。だから僕らは次の大妖精様のもとに向かって、おっと、次の目的に向かうには、この馬をお借りしていくけど、この馬をお借りしていく？この馬をお借りしていく？ゼルダごめんよ、お前お借りしていくのか。ゼルダごめんよ、私とリンクなもんだぞ。旅人さんに身を掛けないように責任を持って馬宿に、あ、なんで馬宿に預けてもないよ、びっくりした。あ、クリアね、これで。じゃ、とりあえずこの、今日のミッションは、エピソードチャレンジ、これは終了ということで、ちょっと馬宿にね、話を聞いてみたいと思います。馬宿の皆さんに。そなたがわらわに楽団の癒しの音を届けてくれたのか。筋骨隆々のたくましいものに解き放ってほしかったが、まあ、しかし、華奢な男子も悪くないものよ。要はそこまで汚れたものがあるようじゃ、わらわ目覚めてくれたら、あら、そなたの服を強くしてもらう。でもいいや、もういいっす。はい。あ、かなり強くできんの？じゃ、とりあえず、適当にやって帰るわ。じゃ、カットします、ここへん。金取んのかよ、200ルーピー。金取りすぎじゃない、こいつ。ああそうなるよ、な。ぶちゅってされたぞ。いや、めっちゃ防御力上がったじゃん。12まで上がったぞ。良きかな良きかなって、もう、良きことじゃねえや。まあ、とりあえず、まあ、他も強くしとくね。はい。やべ、金がなくなっちったよ。ふわ、こいつ金取りすぎだろ。やばい映像、やばい映像なんだよ、これ。あ、タイヤンゾーンも強くなりましたよ、と。もう金がねえよ。金取りすぎだって、お前。もう無理だって、金がねえんだよ、もう。わら4試合まだ力を取り戻せないまま1人いると。奴の力が戻ったら、さらに、強くなると、口浦は、まあ、果ての地方にいると。撤収、バイバイ。あ、寒いって。リンカ寒いって。なんかまたグリーンオークがいる、あそこに。あれ、馬屋どこだ？馬屋どこ？馬屋は？馬屋に戻ります。さて、ペインがいたので、まあ、次回かな、ペインのミッションはな。でもその前に、馬宿の人たちにはちょっと話を聞いておきたいんで、ペイン以外の人たちにちょっと話を聞いていきたいと思います。君たちは来週、次回の動画で話しかけるから、ちょっとその前に他の人たちにね、ちょっと話しかけてみたいと思いますけども、その他何してるんじゃ白爪最新部の最新記事はと。あ、それはもう聞いた。もう大丈夫です。なんだこれ、このおばちゃん、前回の馬宿と同じ新聞読んでた人と同じか。あ、テリアとりあえずいいだろう。で、ここになんかメニューがあって。あ、なんか人はそんなにいないのか、ここな。あそこにたくさん馬がいる。あ、君はピリ辛ピリ辛ピリ辛楽しそうですね。あ、D さんも鍋を使いたいのかい。俺はもう使ったから自由に使ってもいいぜ。あ、ありがとうございます。最近まで吹雪が続いてただろ。そんな時は長く過ごせるように、ポカポカソーの実でピリ辛料理を作ってたんだ。肉屋さんから、キノコなんかとポカポカソーの実を火のついた鍋を放り込むだけさ、簡単だろ。食べてみたい。そうだろ、そうだろ。ポカポカソーの実は裏戸の井戸のあたりに生えてるから、D さんもぜひ試してみな。うん、試してみろってことは自分で勝手にどうぞってことか。あ、なんか、あ、犬がなんか回ってる。可愛いな、お前な。でもリンゴあげないぞ。リンゴなくなっちゃうから。リンゴもったいないからな。なんかよくわからない犬にたくさんリンゴあげてたらな、なくなっちゃう。あー、かわいいな、お前ら。あー、ダメだ。やっぱりあげちゃおう。
1個だけだぞお前。はい、ほらよ、リンゴ、リンゴ、リンゴあげるよ、1個、1個だけだからな、1個だけだからな。あー、おいしそうに食べて、おいしそうに食べて。はい、バイバイ、じゃあな。あ、ついてくる、かわいい。かわいい。でもまあいいや、とりあえずもうごめんな犬、かまってる暇ないんだお前に。で、井戸がここにあったな。とりあえず井戸、井戸ちょっと入るか。井戸多分なんかあんのか、井戸、この井戸。あ、入れねえ、凍ってる、カエンの実で。あ、全然溶けねえ。あ、溶けた。この井戸なんかあんの。あ、妖精がいる。で、とりあえず妖精、妖精、あ、妖精、妖精が、あ、妖精3匹もいるじゃん。超妖精欲しい。妖精はマジで偉いからお前。妖精、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 妖精。オッケー、1匹ゲット。あと2匹もゲットしてくるぞ。オッケー、2匹目。あともう1匹妖精。よーし、これ妖精3匹手に入れたな。でかい、ここは非常にでかいぞ。でも妖精がいたぐらいだな、他になんもねえや特に、この井戸。じゃあ帰るか。何これ、なんかコログですよって言ってるようなやつがここにあるんだけど、これなんだこれ。矢を撃てばいいのこれ。え、これ絶対怪しいよこれ。木をなんか3つ、木のマークが3つあるんだよ。あれなんだこれ、これ何これ。それが通れループか、俺。通れループでここ入れって言ってんのか。ああ、やっぱそうだ。そういうことだったのか。ええー、こういうのもあんだな。バイバイ。ってことで以上かな。他人いないよな。ペン以外多分人いないよな、それ以外な。まあ、それ以外の人たちはもう話を聞いたから。はい、いた。あんなにはいらんかの。おやや、旅だ、かたかの。こんな親分によく殺すった。この馬やでみがくだが戻ってきてんじゃが、今は別の馬屋行ってるようでな。南東の双子山、双子馬やと南の平原外れ馬だ。はて、どちらに行くと言ってたかの。楽団の演奏が大事だ。残念じゃが、せめて焚き火でかからず温めてください。ところで旅の方、道に迷うのではありませんか。ご案内の雪道は、道行きは何かと心細かろうて、この年寄りは道案内くらいできるのであろう。もしよければ聞いていってください。この後で目ぼしいものがあるのは西と東、それに北の方角じゃが、案内してほしい場所は全部聞きたいんだよな。西の方は、西の方に来たからね。西の家とはリトの村の方角じゃの。そうそう、リトの村のすぐ近くには白爪新聞社にはもう足を運びましたから、行きましたよ。世界中を駆け回って最近のニュースを書き上げてみて、そうじゃ、何か情報が欲しい時には訪ねてみるといいかもしれんぞよ。ふむ、何か他に聞きたいことは、東の方は、東へ行きやすさるのはね、東の谷底、この馬宿から見て、南東には古い遺跡がありますのじゃ、いつ誰が建てたものかわかりませんが、それは大きな建物ですね。あ、ちょっと気になるな、行きたいよな。たくさん行きたいとこがあって困っちゃうな、ゼルダ。あ、ゼルダ、リンク。きっと大事な目的があって建てられるものでしょう。深い谷のところに降りるのは骨がおります。あ、これあれかな、なんか、地上絵があるって言ったとこかな。気になるような立ち寄ってみてください。なんかそんな気がすんな。ふむ、何か他に来た。北の方は北へ行きたがるのかね。馬宿の北には雪原広がっているのじゃが、このところ巨大に、あ、地上絵があるんだ。巨大な絵がね。なるほどね。翼を持つリゾードが言い出したらしく、雪原になどににわかに信じがたい話ですな。空を飛ぶ大きな魔物が雪原に現れてから、真相を確かめにも行く者もおりませんな。旅の方も北の雪原へ向かうなら十分に用心してください。せっかく立ち出したのです。よければこちらをお持ちくださいませ。あ、なんかピーカロ薬くれた。ありがとう、じっちゃん。ここを立たれる前には十分なご準備を。よければ焚き火で温まってください。ということですね。まあ以上か、こんぐらいかな。ということで、一旦今日これね、切ろうと思います。次回はこのペーンのミッションをね、少しお時間もらえるかな。告白されたの、ペーン、お前。少しお時間をもらえますかなっつった。なあ、そこの彼女、ペーンに告白したのか。で、ペーン、お前、ちょっと待ってくれって言ったのか。実はオッケー出すんか、出すって決めてんだけど、実はなんかちょっと時間をかけて、なんか躊躇して、じらしちゃおうかなって、そういう性格だな、ペーン、お前は。何を言ってんだ、私は。ということでね、今日これで終わりたいと思います。また次回はこのペーンのミッションやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。